かな。ナイスだ。あ、そうじゃん。オレンジ取らないから。I love you. I love you. 広場で取らないから。広場で。緊張していて、はい、食事も喉
を通らないし、はい、なんかなんていうの、お腹が緊張状態。めっちゃわかります。海外の朝とか。あ、そう、わかるわかるわかる。朝ごはんいらないみたいな。そうそうそう、食べれない感じ。なんかもう寒気もしてきたし。そう、寒気するの。ね、わかる。じゃあね、頑張りましょう。うち10分じゃなかった、あれじゃない、チューリッピー789。めっちゃワクワク、ちょっとワクワクじゃない？めっちゃワクワク。あ、本当？じゃあ、よかったね。じゃあ嬉しい。フライト頑張ります。頑張る。1時間でも、ロンドンまでのフライトはもうトータル14時間。頑張ろう。頑張ります。だホテルにチェックイン無事をしまして、今はちょっとご飯までプラプラしようと思ってるんですけど、やっぱ規制がすごくてちょっとどうなるか分かりません。なんかさっきそのフライトを終えて朝に着いてホテルチェックインして全然寝れてなかったんで寝たので、今一体私たちは何時を生きているか全く分からなくて、でももう日本はすでに年を明けたみたいで、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。こっちのハッピーニューイヤーはどんな感じなんだろう。出れてもさ、帰れるかが心配じゃない。みんな何時ぐらいに退散するんだろう。すごいすごい。とりあえずご飯に行きたいなって思ってる店があるので、そこに向かいます。行けるのかしらって感じだけども、頑張ろう。いただきます。
何これは。美味しい。うん。何？これもトルティーヤって言われてる。卵みたいな、全然見えないけど、トルティーヤ。お肉も美味しい。おーすごい。なんか固め。固まして。うん。プチプチしてる。プチプチ。世界を感じる2023年末。振り返り。なんかもうそれ欲しくてさ、2023年イコールそこになっちゃった。だって最後のご飯これだよ。初めて食べるキューバ料理。おはようございます。明けましておめでとうございます。今日は1月1日です。ちなみにもう最終日と言っても過言ではないです。寂しいね、もう明日帰るだけ。寂しいよ。今日は最終日にしてロンドンを観光したいと思います。ずっとできてなかった。ちなみに今は双方の方に向かっております。すごい本当に景色が、あ、こっからの景色やばい。すごい綺麗。ロンドン駅
ない直線で見ちゃった。すごいよ。激しい、美味しそう、すごいメープル、最後やで、今シュート YouTube とされてるじゃん、怒られてくるじゃん。これさ、ね、していいじゃん、Vlog いいの、私誰も主だったんじゃないと言えるみたいな、ルイちゃん大食いチャレンジ、じゃあ、いきます。適当にどうするんでいい、そうしよう、装飾を全部取っちゃった。イギリス料理って言ったらこれだな。料理じゃない。感じで。でなんかめっちゃトマト缶のジュース。あ、そうでもトマト缶の。めっちゃ美味しいよ。でも代表作これはすごい。甘かったんだ。うん、だそう。甘いね。まずくはない。代表作これってなったらちょっと。だって日本の寿司と一緒でこれとかでしょ。まあまあ。もっとあるやつ。そう思ったけど、それぐらい。いただきます。うわ、おいしい。うん、うん、最終日がついに、ね、なんか途中長いなって感じたので、なんかまだ半分あるんだと思ったけど、後半がまず一緒、こっち来た印象とか、ある、こりゃ海外だなって、いやめっちゃある、あ、でも周りがその一番元のやつって違う、中国とかそんなにイギリスとかもしもそうだったよ、よく言われる紳士のイギリス人っていうイメージがおたけられて、全然移民した移民が多くて多国籍だなとは思った、その人がイギリスの人なのか高校生なのかわかんなかった、やっぱあのベルギーのさ、なんだっけ、あの人がグランプラーさん見た時の格好がすごかった、さっき私はめっちゃちっちゃいことなんだけど撮ってくるだけでさ、もういわゆる地下鉄の入り口みたいなの 見たの、イギリスのあれがすごい感動した。どうやの地下鉄の入り口、結構さ海外のインフルエンサーとかさ、あの前で撮ったりとかしてるのを見てて、インスタとかグラム黒い砂糖みたいな階段があって、あ、これってなるよ、それを知ってないと、うん、知ってると、逆にこういうことも現実、うん、リアリティこういう土地の印象の人にとってリアル、
半ぐらい。あ、そうなんだ。いただきます。彼氏いる。綺麗だね。いいよ。ちょっとあの人は嫌だな。結構カッコつけなかった。